こんにちは、あなたの理想不動産です。本日訪れたのは、成城学園前。新宿駅まで約20分で行けるアクセスの良さと、高級住宅地ならではの治安の良さで、人気の街です。駅直結型の商業施設、成城コルキからして、高級感があります。スーパーにベーカリー、惣菜屋、ドラッグストア、各種クリニックと、日常生活に必要なものが一通り揃っているので、ここだけで生活できちゃいそうですよね。さて今回のルームツアーですが、特別ゲストがいます。ハゲ上司です。今回、なぜハゲ上司が同行しているのか、それを説明すると、少し話が少し長くなりますが、皆さんお付き合いください。今朝、いつも通り私が出社すると、なぜか異様なテンションの、ハゲ上司が待っていました。何かいいことあったんですか、なんて、軽く話しかけてみたところ、ハゲ上司曰く、ついに今まで見たこともない、初めてのタイプの家を見つけたんだ。とのこと。私が相槌を打つ間もなく、これは自分の目で確かめたいから、今日のルームツアー同行するわ。しくよろ。とまくし立てられ、しくよろされた結果、今、私の横にハゲ上司がいます。一体どんなツアーになるのか不安です。まずは成城学園前の、住宅地の街並みをご覧ください。高級住宅地の特徴に、建蔽率の低さがあります。建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことで、建蔽率が低い、イコール背の低い家が多いということですね。おかげで見晴らしも良好です。今回のテーマは、とんでもないデザイナーズ物件。あ、それ私が言うやつです。ちっちゃいことは気にするな。それはカキコはカキコ。即座にそれが出てくるのすごいですね。これこれ。今回紹介するのがこの物件。こちらが成城学園前駅徒歩6分の、とんでもないデザイナーズ物件ですよ。私のセリフ全部奪うやん。オートロック開けると、中はこんな感じか。パッと見は、よくある集合住宅という感じで、そこまでとんでもないって感じではないですね。まあそう慌てない慌てない。お楽しみはここからだよ。そして今回訪問するのが、こちらのお部屋です。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。目の前にはいきなり地下へと通じる階段。この先に何が待ってるかわからない感じ。ワクワクするなぁ。玄関の左手には大きめのシューズラック。傘立てもついてますね。我が家のシューズラックより広い。おや、玄関を上がって。左手に扉がありますね。てっきり1階は玄関だけかと思ってました。いや、間取り図を見ると。なかなか大きめの部屋があるみたいだぞ。それでは開けてみましょうか。ここは寝室ですね。奥の方が吹き抜けになってるみたいですね。壁紙のガレがちょっと気になるな。それは改装工事中だからですよ。実際に入居するときはピカピカになってます。そうかそうか。そうかせんべい。カウンターの先はどうなってるんだろうか。うわぁ、見事に吹き抜けてんな。こっから物落としたら大変だね。確かにカウンターの下が、がっぽり開いてますもんね。カウンター自体は書斎として使えそうですが、落とし物には注意したいです。デザイナーズならではの、攻め攻めの設計だね。カウンターの下にコンセントがあるから、デスクワークができるけど、スマホは落とさないようにしないと。あの窓、どうやってカーテン閉めればいいんでしょうか。ジャンプして飛びつけばいいんじゃない。絶対ダメですよ。きっと安全に開け閉めする方法があるとは思うんですが、現状わかりませんね。コンセントは全部で5箇所かな。このサイズの部屋にしてはかなり多いね。確かに、この部屋に住めばコンセントで困ることはなさそうです。ちなみにこの部屋、ウォークインクローゼットがついているんですが、
扉をスライドすると、中はこんな感じです。工事感満載だね。ウォークインクローゼットには珍しい、三角形をしています。それではここから、こちらの螺旋階段を降りてみましょう。お引越しはあなたの理想不動産で。こちらが地下1階のメインルームです。いいなぁ、暮らしやすそう、むつみそう。それは、オードリー春日さんの元自宅ですよ、という、ツッコミを言うのがめんどくさくなっている。キッチンに立って周りを見回すと、こんな感じですね。照明が多くて明るいので、地下っぽい感覚はありません。地下の概念覆るよね。いやー、ハイカラだなぁ。さすがデザイナーズ。ハイカラって、令和になって初めて聞きましたよ。ではまずこちらの、キッチンから見ていきましょう。キッチンは左側が壁に接した、ペニンシュラキッチンで、目の前が開けていて開放的です。ちゃんと作業スペースがあって、コンロ3口にグリル付き、さらに食洗機付き、さらに、本格的なオーブンも備え付けです。オーブン備え付けは珍しいね。料理好きにはありがたいセッティングだわ。しかも壁には、木製の食器棚が設置されています。引っ越しの荷物が少なくて済みそうだね。食器棚の奥のスペースが、冷蔵庫置き場です。そしてキッチンをリビングから見ると、こんな感じ。キッチンの向かいがカウンターになってて、さらに収納ががっつり用意されてるぞ。おかげでダイニングテーブルも必要ないので、リビングを広く使えますね。それにしても、このリビング、かなり独特な形してるよな。デザイナーズ感が溢れ出てますよね。家具は一体、どんな配置にしたらいいんだ？やっぱりこのロフトの手前の壁沿いに、テレビを置いて、あの縦長の窓に向けて、テーブルやソファーを置く感じじゃないですか？なるほどな。いっそロフトの上に、リビングを持ってくるのはどうだ？止めはしませんけど、ロフトのコンセントには、テレビ用のものがありませんよ。なぬ。それでは愛しの NHK が見れないじゃないか。愛しの NHK 以外も全部見れませんよ。なぬ。しかもここ、1階の寝室から見えた吹き抜けの部分ですから、万が一上から物が降ってきた場合のことを考えると、ここでくつろぐのはやめた方がいいんじゃ。じゃあ、物置だな。代わり見はや。続いて、こちらの扉を開けてみましょう。水回りでしょ。先に言わないでくださいよ。はい、水回りです。当たった、やったぜベイビー。本気で喜んでる。水回りの左端が洗濯機置き場とトイレです。洗濯置き場の上には、可変棚がついていますね。この洗面台、ハイカラだの。さすがデザイナーズ。この丸い鏡がいいですよね。洗面台は置き型の洗面器を取り付けただけの、シンプルスタイルなので、非常にスッキリして見えます。そしてこちらのお風呂は、ガラス扉の効果もあって、広く感じられます。壁いっぱいに窓があるのもいいよね。地下だから誰かに見られる心配もないし。換気もできていいですよね。それではこの窓を開けて、外に出てみましょう。え、その靴下で行くの？はい。替えの靴下も持ってきてるので。この寒空に頑張るね。引くよろう。この人。ベランダには出ない気だ。目の前の壁がどのぐらいの高さなのか、見てみましょう。これは高い。物干し竿受けが目の前に取り付けられていますが、日差しがほぼ当たらないので、あえてここに干す意味があるかどうかは、微妙なところです。お部屋も広いですし、室内干しで良さそうな気もしますね。ベランダ、終わった？終わりましたよ。これでこちらの物件は、一通り紹介し終えました。ふっふっふ。まだまだ甘いぞ。実はこの物件、もう一部屋隠されてるんだけど、わかるかな西野かな？え、まだお部屋があるんですか？ちょっと私には見当がつきません。皆さんは心当たりあったりします。このタイミングで一度動画を止めて、予想を書き込んでみてください。はーい、正解発表。めっちゃ乗り気やん。
え、そんな前に出ると、映っちゃいますけどいいんですか？ま、後ろ姿だけならいいでしょ。あ、でも頭は映しちゃダメだかんね。そこは気にするんですね。うわ、なんじゃこりゃ？椅子があるぞ。ちょっとカメラが下前よ。あ、ちょ。完全に奪われたやん。ここは一応、表記上だと、床下収納となってるんだけど、シェルターとしても使えます。結構な段差があるけど、階段はないので、内見に来た時は足を踏み外さないように、気をつけてね。壁には換気扇があって、天井には蛍光灯が一本。ちょっとした棚もありますね。基本用途としては物置なんだけど、コンセントもあるので、緊急時に生活をしようと思えばできる感じ。ホラー映画だったら、実はここに人間を閉じ込めていました。みたいな展開があったりして、でもここの場合、出入り口は階段で被せてるだけなので、簡単に出入りできるから、そんな状況は起こら。ちょっと、上司閉じ込めないでよ。上司です。私、あなたの上司ですよー。ちょうどいいシチュエーションだったので、ついうっかり。先ほど床下に収納した、ハゲ上司が晩ご飯をおごってくれました。ごちそうさまです。毎回おごってくれるなら、今度からハゲ上司にも同行してもらおうかな。成城学園前駅徒歩6分の、とんでもないデザイナーズ物件。この部屋に住んでみてはいかがでしょうか？この部屋の間取りはこちら。今回はハゲ上司がルームツアーに同行しましたが、いかがでしたか？好評なようなら、なんだかんだと理由をつけて、強引に連れ回したいと思います。これからもシェルター付きのデザイナーズ物件を、次々に紹介していきますので、チャンネルを応援してもいいよという方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない有料物件も多数ございます。新着物件もどんどん更新されますので、物件好きの方、引っ越しを検討の方は、概要欄からあなたの理想不動産公式 LINE を追加してお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。